このまま流れるの？このまま、スタートして、どうぞって言われるので、オープニング始めることになります。10分前なんですけど。すごい。名字の呼び方は、桃山さんであってますよね。はい。ちょっと地元も桃山なので。京都。の京都の桃山。京都なんですよ。もともと実家の方が。伏見桃山。伏見桃山で。うん、はい。そうなんです。北さんは佐賀県です。いらん、いらん情報やな。いらん情報。スターワールドチャンネル、はい、6月15日時刻は5時を回りました。今週もスターワールドチャンネル聞きに来てくれはって本番を機に、この番組はスターワールド株式会社がお送りしております。パーソナリティは私リオとエイリーが進めさせていただきます。こっからの提供はスターワールド株式会社、ワッフルブラザー株式会社、芸術の地球の輪の提供でお送りさせていただきます。 FM ギノワンではツイキャスト YouTube で映像と音声をネット配信しています。では今週も17時56分までお付き合いください。はい、この番組はツイキャスを使用した参加型のラジオとして、皆様ともコミュニケーションが取れるようなラジオをお送りしておりますので、気軽にコメント参加よろしくお願いします。はい、ということで、はい、今週も一週間本当に早いなということで、本当に今日も結構滑り込みでちょっと帰ってきたんですけど、はい、エリちゃんもね、滑り込みで帰ってきて、本当に5分ぐらいに、はい、汗だくな状態なんですけど、はい、はい、で今日もね、コメントたくさん来てるのでちょっと読ませていただきたいなと思います。高坊さん、ヤンキチさん、石ころさん、武蔵さん、ヤンポーさん、腹筋のゴリラさん、ハープボーイさん、いつもコメントありがとうございます。ありがとうございます。ハープボーイさんからね、昨日すごい雨だったということで、沖縄の方、すごい雨だったんよね。きっと。梅雨ですかね。梅雨ですね。そろそろね。はい。あ、高坊さんから。はい、そうなんです。朝顔の背景。アジサイの背景かな？アジサイですね、これは。そうですね。6月なので背景も変えていただきまして。はい。かわいい背景で。毎月ね、変わってるんですよね。そうなんです。腹筋もゴリラさんから、エリちゃん、髪伸びた？というようなコメントが。ね。ね、だいぶ伸びたよね。だいぶ伸びた。だいぶ伸びたよね。前髪がだいぶ伸びました。うん。うんうんうん、で、石黒さんから、桃山さんにかな、後ろの似顔絵、うん、めっちゃ似てる、笑いっていうようなコメントが。本当だ、めっちゃ似てる。めっちゃ似てるじゃないですか。なんで、何かな、ピンクは何だろう。確かに、確かに。うん、面白い。はい、そんな感じで今日はね、もうゲスト様をお呼びしておりますので、ね、はい、今週の気になるコーナーに入っていきたいなと思うんですが、今週お呼びしているのは巫女文化伝承協会代表の桃山清さんと、巫女スクール東京校リーダーの北優子さんにお越しいただきましたので、二人よろしくお願いします。お願いします。巫女文化伝承協会、はい、初めて聞きました。ね、そう、初めて聞きましたよ。それは桃山さんが作られたという。そうなんです。はい、もうコロナの時に、時間が有り余り、うん、暇で暇でしょうがなくて、ずっと作りたいなと昔から思ってたんですけど、うんうん、作るのめんどくさくて掘ってたんですよ。なるほど。こんな急に時間ができまして。時間ができて、これは、はい、でもこれはもう今やらないと多分やらないだろうということで、うん、コロナのおかげでまたなんか、なんだろう、新しいことを生み出したって言うたら、なんかコロナが嫌になれへんかなと思いまして。確かに。それ立ち上げて、今も3年ぐらいだったかなという感じでございます。すごい。すごい。すごい。その中でこの巫女スクールというものについて、うん、今日はね、ちょっといろいろ、はい、
聞かせていただけたらなと思ってるんですけど、はい、巫女スクールっていうのもね、初めて聞いたのと、まず巫女さんに資格があるっていうのも、初めて知ったんですよ、うん、私は今回。確かに。なんで、どのような活動をされているのかなっていうのをね、ちょっとお写真もね、ちょっといろいろいただいているので、のんちゃんにちょっと流してもらいながら、どういう活動をされているのかっていうのをご説明していただけたらなと思っておりますので、うん、のんちゃん、画像いけますか？やおー、おー、はい、はい、うん、はい、ちょっとやってますね、はい、めっちゃ早いめっちゃ早いめっちゃ喋られへんのかめっちゃ喋られへん画像がね、点々としておりますが、はいはい、はい、まずね、まずちょっと、まあ、説明させてもらいますけれども、はい、お願いします。まず、皆さんの巫女のイメージ、やっぱりじゃないですか。はい。ほんなら、大体、まあ、うん、なんだろう、神主さんのサポートをしている若い女性、うんうん、まあ、神社行ったらお守り渡してるとか、うんうんうん、まあ、結構ね、本職というか、されてる方、例えば、舞を待ってますとか、うん、まあ、そういうイメージだと思う。そういうイメージです。うん、はい、うん。それは、昭和になって作られたイメージ、イメージというか、昭和になって作られた巫女なんですね。なぜならですけど、明治6年に巫女さんって禁止されてるんです。そうなんですか。なんででしょうみたいな。なんで？そうなんです。明治頃って近代化とか文明開化なんですけど、うん、はい、やっぱりそこにそぐわないということで禁止されるんですけども、じゃあそれまでの巫女ってどんなんだったかと言いますと、うん、例えば大昔の古代で言うと分かりやすく、卑弥呼とかでやると、脇役じゃなくて完全に女王である。うん、で神様をメッセージを下ろしてきたものに対して政治を男性が動かしていくよみたいな、うん、まあ立ち位置で言うと女性が上なんですね、うん、神様に近い存在として。でそれが一応明治時代まで、神様のメッセージを下ろすお役目として巫女っていうのがまずあったというんですね、うん、でその下に下というか、まあ、神主さんがまあ通訳するような形で参拝者にお伝えしていく。はい。で、アーティストで言うと、なんだろうな、当時、中世ぐらいにありますとですよ。写真全然動かなくて大丈夫ですよ。このまましといていただいたらいいんですけど。例えば中世だったら、こう神社飛び出して、こちらから民家に赴いていく歩き巫女さんたちっていうのが生まれるんですけども、その巫女さんたちのトップアーティストっていうのがいまして、クリエイティブなアーティスト。それが当時、白拍子っていう名前で、時の将軍が夜な夜なお酒飲んでる前で、こう、なんて言うんだろうな。踊ってるっていう感じ。この形が、後に芸者さんになっていくわけ。で、もう一つだけお話すると、まあ、出雲大社っていう神社、ご存知かなと思う。そこに、お国さんっていう、巫女さんがいたんですけども、そのお国さんが、出雲大社を飛び出して全国踊り歩いて作ったのが、歌舞伎踊り。で、歌舞伎が人気出るんですけれども、やっぱ女性が踊るのはけしからんということで、江戸幕府が今度出てきまして、取り上げられて、男性がやるようになって、今、歌舞伎は男性がやってくる。で、その歌舞伎はね、昔歌舞伎からね、生まれるのは日本舞踊なんですけども、歌舞伎舞って言われて、で、その後、日本舞踊という言葉が作られますね。なので、日本舞踊も歌舞伎も芸者さんも遡ると、このクリエイティブな巫女さんたちが作ってきた。はい。なので、この日本文化の一つの流れは、巫女にもあると言っていいかな。と、うん、いうことでね、うちのスクールでは、その昭和の、なんだろうな、神主さんをサポートしている、お守り渡すよっていう巫女さんじゃなくて、明治以前の、クリエイティブな巫女さんたちを現代に蘇らせようという活動をしていると言ったら、一言で言うと分かりやすいかな。まあ、そんなことをやっているって感じですね。すごいわかりやすい。わかりやすい。こんな歴史があったなんてっていう。なんていうの、女性の方が神様に近いんですよ。これはもう、多分みんな感覚でわかってると思うんですけれども、なんだろう、言葉でね、文章で言うと、原始、女性は神であったというか、太陽一神というか、言葉もあるように、やっぱりその神様を下ろす役目っていうのはね、沖縄なんか特にそうだと思うんですけれどもね、ユタさんとか、まあいると思うんですけど、そういう存在があって、男性陣がこう動かしていってるみたいなね。そういうバランスのもう一回取り戻したいなというような、そういうふうに思って活動しております。このスクールでは、
こういろいろなことをされていると思うんですけど、はい、例えばまあどういうことをされているのかっていうのも、うん、今の写真が出てるのが、うん、そうですね。それはね、所作とか歴史学ぶって、これはまあ基本的なところですね。はい。で、こういうちゃんとしたお勉強もしつつ、で、先ほどね、言われたように、あの、資格が、巫女ってないんですけれども、一応、あの、うちでは学びましたよっていう資格をお渡しすると。なるほど。まあ、だからといって、何に使えねんって言われたらちょっと困りますけども、まあ、それは。歴史書にかけそうですね。お勉強したいものは書いていただいていいですし。ですよね。うん。所作を学べるっていうのはね、一番。そうです。うん。自分のために。まあ、先ほど言ったような、なんだろうな、古き良き巫女さんたちを現代に蘇らせていこうということと、うん、その次に、それを一人ではなかなか戦えないので、コミュニティを作ろうということで、まあ、全国作っていって、コミュニティ化すると。で、最終的にやりたいことは、日本を守る。うん。つまり、あの、大事なものは次の世代に伝えると。いうことと。で、今年から海外にもスクールを展開していきたいと思ってまして、うん、それはやっぱり日本が好きな方でないと、まあ入ってこないと思いますので、そういう方を集めて。海外の方の方が結構日本のことに詳しかったりとかする方もね、多いので。まあもちろんアニメだけじゃないですけど、そこから入って、うんと好きになって勉強してる人って、日本の方よりも知ってますね。本当にそういう方が多いなっていう印象がすごいあるので、今はに、あの、日本の方だったら、どこに今そういうスクールを場所ですか？今は、大阪がまず本校でして、東京。で、東京は毎月やってまして、で、ここから飛び切りして、北海道、名古屋、福岡、どこだ、沖縄が一応あるんですけど、まだ二人ぐらいしかあれなんですけど、そして富山。で、来月ぐらいから京都、滋賀かな。すごい。すごい。もうこれは、どんどん行っても全国に広がっていくやつですね。間違いなく。あ、そうですね。だから普通の方がいないんで、普通の方って怒られるけど、なんだろう、例えば OL さんとかいう感じよりは、なんか自分でやってる人がばっかりなので、あと本業と掛け合わせたりして、見てやりながら、こんなことをやってますとか。例えば、お二人とは、みっこでありながら、ラジオのパーソナリティをしております、ね。なるほど。そういうふうな言い方をするなりして。ねえ、なんか、かっこいいですもんね、そんな言えたらね、こう、みっこもやりつつ。そうそう。確かに。これをやってる。なんでみっこなんて言われたときに、自分はこういうのを大事にしてるんだよっていう伝える側に回っていただいたらありがたいなというふうにも思ってますし。ブンちゃん、お写真もちょっと違うのを出していただいてもいいですか？パッパッパッパ、いきますよ。はい。これはまあ、舞ですね。これはまあ、どっちかというと全員やるんじゃなくて、これはもう部活のように、あの、やりたいから。なるほど。ことも。はい。どんどん言っていただく。これ、あ、これ楽器ですね。神楽の。これ演奏を学ぶってことですね。これも好きな方がやるよって感じですね。ただオンラインで横のつながりということで。なるほど。これは全国。そうですね。今、あの、東京校リーダーの北さんが黙ってすごい、すごいいますけど。その、北さんの背景が東京ってありますけれども、まあ、そんな形で、あの、一応全国こういう背景を。はい。北海道とか。いいですね。なんか、いろんな地方の方とのね、交流が取れるっていうのも、また一つ、輪が広がるっていう部分も。そうなんです。で特に、今は大阪、東京とか、やっぱり人口多いんで、まあ、広がり早いんですけれども、これからは地方に広げていって、まあ、なんか、なんだろう、地方再生というか、創生というか、まあ、そういうところと、みこさんの活動を絡めていきたいなとかも、いろいろ考えています。素晴らしい。これは対面のイベントですね。昨日もね、ちょうどあの、淡路島にミコスクール行かせていただいたんですけれども、これ去年は出雲大社とか伊勢神宮ですね。お参りさせていただいて、まあ、東西の人たちがまあ交わって、はじめましてというところが仲良くなっていってるって感じですね。ミコさんは年齢制限はあるのですかというコメントを。ありがとうございます。素晴らしい。一応上は75までいますし、60代も何人もいますし、親子で参加されている方も3組ぐらいおられますし。いいですね。もちろんね、お若い方は若いですけども、でも一番多いのはやっぱり30代か40代ぐらいの、なんかこう本業がもう成り立ってて、これで行くぞって決まってる人の方が、なんかやります。
なんかね、また一つ違うこと学びたいな、みたいなね、方が。そうですね。それで何かの人のお役に立つとか、自分の、ね、やってきたことがお役に立つとか、ね、一緒に何かやろうということも生まれてますし、まあまあ、何か日本のお役に立つことができたらな、というふうに考えています。まあ、巫女活ですね。これもう ほぼ部活ですけど。これ左はあの農業チーム。これは、はい、これはね、巫女が祈りを込めて作ったお米。贈答用みたいな、ね。これは、つまり、例えば同じお米が目の前に並んでたら、片っぽ巫女さんが祈りを込めて作りましたと言われた方がいいじゃないですか。なんか気持ちこもってるな、みたいな。うん、新鮮な感じがしますよね。美味しそう。なんか、食べたらめっちゃご利益が、ご利益がありそうな感じ。だからそういう、なんだろう、付加価値という意味でも、まあ思いを込めて作るということとか。で、真ん中は、あの、神棚の文化を次の世代に残すと。まあ、いうことで、やっぱ神棚の、まあね、あの、説明というか、営業という言葉あれですけども、まあ、自分の仕事の傍ら、例えば企業に神棚入れたらどうですかという案内をしたりとか、まあ、そういうようなお勉強するチームである。一番右は、これは捨てられる着物ってあるじゃないですか、今って。はい。ワンコインぐらいにしかならないですけども、そういう着物を、まあね、分解して、で、何チームやったっけ、これ、おはりこチームや。おはりこチームが着物のワンピース作ったりとか、小物を作ったりとか。これも、みこさんっていうブランドで今作ってる。まあ、あの、数はないですけど、まあ、ぼちぼちやってる。全然手作りですからね。もちろん。うん、うん、うん、うん。まあ。画像に行きますか？はい。あ、これ、就活って感じますね。これは、まあ、簡単に言いますと、まあ、これ女性、一人暮らし、これから高齢になるかもって、まだお元気な方々ですけれども、まあ、そういう方々と、ま、仲良くなっておいて、まあ、信頼されておけばですよ。まあ、ゆくゆく足腰弱って家出にくいとか、話し相手がいないのよってなった時に、巫女さんたちがお話し相手になる。で、巫女さんたちにも本業はありますので。例えば、巫女の司法書士さんがいたら、なんか相続の手続きを進めるでしょうかとか、もしくは巫女のね、不動産できる方がいたら、まあ家売って施設入るようなご案内をさせていただきましょうかとか。いいですね、このね、コミュニティがね、もう、ここだけで、なんかもう、もうみんな、ファミリーみたいなね、感じで、気軽に相談できる。そうなんです。ただ、まあ、女性の一人暮らしの高齢というのはこれが増えていくだろうと。地方へ行けば行くほどね、本当に。なので、これ今東京でやり始めてますけども、どちらかというと、地方で本当に今高齢でお困りの方向けにやっていくっていうのを、まあ、早い段階からしていけたらなとは思っておりますね。あ、巫女によるご祈祷ですね。これ先ほどね、言いました、あの、歩き巫女って言ったら、神社飛び出してっていう感じでございますけれども、まあ、初級中級とかを学ぶ段階がありまして、で中級以上学ばれた方には、こうやってあの、ご祈祷させていただくというところまでできるように、巫女さんを育てているというところですね。これね、あの、なんでかって言ったら、今ってあの、2040年に神社仏閣がこう4割なくなると言われてるね。そうなんですか。はい。まあ、それこそね、もう、お二人は京、まあ、京都というか関西であったり、関東であるとか、まあまだあれですけど、やっぱ地方行きますと、もう神社行っても無人であるとかね。そうですね。たまにそういうところも見かけますね。それが、だいたい今一人の管理者が10件とか20件、まあ20社ぐらい管理してるんですね。だからもう回れないんです。回れない。それは回れないですね。確かに。で、言うとね、もっと言うと食べていけないので、やっぱり他の仕事するじゃないですか。例えば学校の先生しながらやってますとか。でも休みの日しか回れなくなってきたら、もう到底回れないよ。で、これが2040年だったら、もう一人で50件、60件回るのかって言われて、絶対無理って。無理。そうなると、もう無人の人じゃなくて、廃人じゃなくて、朽ち果てていくと。まあ、それが、まあ、2040年訪れるであろう。でそうなった時に、このうちの巫女さんたちは本業がありますので、あの、食べていけないわけじゃないです。で、誰よりも日本なんとか守りたいって思いが強い方だと思って、例えば空いてる時間に神社のお掃除行きますとか、ご祈祷、もし神主さん来られないんだったら先頭立ってやりましょうかとか、まあ、そんなこともできるんじゃないかなということを一応イメージしながら、こんな準備をしているという感じですね。うん、
本当に大事ですよね、そういうこと。そうなんです。していかないといけないものだと思うので。これも神社お手伝い行ったりとか、お寺で言うともうお坊さんがいなくて、で、檀家さんが高齢者ですね。で、お掃除もなかなかままならないということで、まあこれ交通費だけいただいてですけども、ボランティアでお掃除行かせていただいたりとか。へぇ、多分こういうのが全国にいっぱい増えていくだろう。だから、なんかね、亡くなるっていうのはひょっとしたら仕方がないことなのかもしれないですけども、やっぱりね、荒れ地で放っとくんじゃなくて、最後の最後まで、今までね、日本の方々を守ってきてくださったので、まあ、ありがとうございましたという気持ちで、こうね、最後の日が来るのであれば、そういう時が来るまでは、大事にできるように我々もサポートしていけたらなというふうには考えております。できなくてもうーん、まあ、そうなんですけどね、まあ、やりすぎやろって言われる時ありますけどちょっと痛いですね。あ、これはね、日光縁日、はい、これはね、東京の有楽町交通会館ってことをやってるんですけど、これは2回目なんですけど、これはどっちかというと、今お話ししたような、何だろう、啓蒙活動に近いのかな。日本の実情ってこんな状況ですよとか、もしくはね、東京なんでみんな地方の寄せね、集めみたいな感じなので、皆さんの出身地は、神社仏閣どうですかみたいな投げかけをしたりとか。まあ、そんなものを投げかけつつも、かといってね、真面目にやっても面白くないので、みんなワイワイできるようにということで、巫女さんの縁日ということで、みんな本業はね、巫女のバラバラなので、もうブースを出すとそのままこういうことができたりとか。で、アーティストの方っていうと、もう舞台さえ用意しておけば、順番に回していけば、舞台がこう、成り立っていく。まあ、そんなことをですね、楽しみながらも、なんか伝えたいことは伝えていこう、みたいなことでこんな活動をしてコメントでも、高坊さんから、東京交通会館の1階に、わしたショップがテナント入ってますよ、というコメントが来ていたり、はい、みこさんは、千葉の野田市にある、米波の光でしか見たことがないなぁというコメントが来ていたり、はい、多分さっきの着物のお話だったら洋服にも変わるんだというコメントが来ていたり、そうですね、見守り隊のような活動をされているんですね、うん、というようなコメントが来ていたり、そうですね、だすごく真面目なことから、まあ、面白いことまで幅広くやっていきたいですし、やっぱり皆さん、この巫女さん、もう背景がバラバラなので、それぞれの今までの歴史、ね、自分の、まあ、それを、まあ、こっちはね、まあ、応援するような形で、それでちょっとお役に立ってよ、みたいな感じで。で、みんなで盛り上げていこう、みたいな感じですね。この写真ね、見えるかわかんないけど、一番背の高いね、右の真ん中、ちょっと遅れたら、これはポーランド人の方とかね。まあ、つまり、日本の方々だけじゃなくて、今、日本にいる、スクールでも、アメリカ、ポーランド、オーストリアとか、中国の方とかも参加されてます。すごい。でもね、恐ろしくあれですよ。古事記日本書紀知ってるとか。もう詳しすぎてね、もうついていけないレベルに、さしてる方が、本当に思うんだっていう、その。まあそうでないといけないわけじゃないけど、やっぱそういう思いの強い人とね、集まっていったら、なんかこう、日本が守られる。ということになるんじゃないかなというふうには考えておりますね。配信してくださいますもんね、外国に向けて。あ、そうそうそう、YouTube でね。あ、YouTube ちゃんは、YouTuber やったかな。で、これはみこチャンネルで、これ、毎月東京と立川で、収録してるんですけども、まあ、これも、我々の活動を知ってくださいねということで流しておりますね。あとでこっちのね、ツイキャスのコメントの方にも YouTube のリンクを貼らせていただきます。これは真面目な講演会ですね。普段不真面目ですけど、真面目に喋るときは喋りますよということをやっております。そう、これですね。これは まあ、上の2つと左下、これ今ちょうど北さん来てますけれども、北さんヨーロッパデビューしてるんで、北さんこれ何ですか？ドイツテレビ局の取材を受けまして、ヨーロッパ、はい、ドイツ周辺の、なんか、NHK みたいな番組、うん、そちらの方で放映されたみたいです。ね。すごい。これも、まあ、巫女さんのお仕事、風景みたいな感じで流していただいて、で、この取材に来たオーストリア人の方が、巫女になってます。そうですね。なるほど。
はい、あ、まあ、来たというと日本に滞在されている方ですね。日本の情報を向こうに流す方が、うん、私がやりますみたいな。すごい。で、右下はね、あの、さっき言ったあのポーランド人の方ですけども、はいはいはい、まあ、ポーランドの YouTuber の方を連れてきてくれて、うん、先ほどのイベントを、ミコ縁日というイベントを海外に流してくれてるっていうことをしてくれたりとか、そんな感じですね。もう本当にみんなの持ってるものでなんかやってくれるっていう感じですね。ありがたいです。うん、すごいですね。本当に日本飛び抜けてね、もう世界にもどんどん広まってってるっていうのが。すごいなっていうの。これはもうインバウンドです。これはもう海外からね、まさしく来られた方に、やっていただく、あ、やっていただくのは体験ですね。みこさん、体験。すごい思い出にもなりますよね。で、こっちとしては、なんだろうな、あの、やっぱりあの、海外にもうち広げていきたいので、すごく興味があって、まあ、なんか帰って広げたいわとか、なんかこんな人いるよとか言っていただく形で、そこに、帰っていただいた国にこのミコスクールが広がっていくんであれば、そんなことにつなげれるようなことできたらなというふうには考えております、ね。すごいです。すごい。そう、ありがとうございます。送っていただいて。はい。コメント来ております。石ころさんから。真面目な方の講演も聞いてみたいですね。というコメントが。竹野さんの真面目な方の CM。はい、ありがとうございます。いや、まあ、北さんよくご存知と思いますけど、あの、不真面目な講演会はしてないですけども、はい、あの日常が気楽に生きてるということなので。というよりね、楽しく感じ。楽しいですね。はい。楽しい毎日。本当にあの、ラジオ聞いてる方にも届けれたらありがたいなと。僕はあの、正しくないの判断はもうあんまりしないんですよ。おもろい、おもんないかとか、楽しい、楽しくないかという判断だけ。なるほど。はい。なぜならですよ。正しい、正しくないって、千年先から見たらほんまに正しいかどうかわからんじゃないですか。今の人らがなんか勝手に集まって言うから。確かに。でもね、おもろいとかね、楽しいは、何年経ったって楽しいんですよ。だからなんかもう、人生でもしね、悩んだって言ったら、絶対おもろく選んだ方がいいんで。そうね。感じで伝わったらありがたいですね。すごい。本当にね、桃山さんは、あの、ラジオの方もされているということで、うん、のんちゃん、その、うん、ありがとうございます。よかったら宣伝もしていただきたい。ありがとうございます。はい。はい。もともと僕、あの、コロナ前までは大阪でも、うん、AM ですけども、ラジオ大阪っていうところで、うん、パーソナリティしてまして、うん、今はもうコロナで辞めまして、で、うん、今、ハワイですね、ケーズラジオっていう、うん、まあ、ハワイ出向人の、うん、まあ言うたら日系の方が多いんですね、住んでる方。日系の方向けのもう24時間日本語でやってる番組なんですけれども、その中のコーナーですね、世界に日本の巫女文化を紡ぐって書いていただいてますけども、巫女カルチャーゲートっていうコーナーですね、そちらに今出ております。まあ、約半年間ぐらいになりますけれども、これから5月からやってますんで。すごい。はい。これもアプリとかありますんで、もう入れといていただいたら。皆さん、ラジオ聞かれてるのでね。そうなんです。僕初めてこのラジオ番組知りましたけど、まあ、寝ながらこうつけといたら、懐かしい曲とか流れてきますし。やっぱり日系の方向けなんで、やっぱ日本の、あ、なるほどなって、こういうのが、あ、日本ってね、向こうの人にとってはこう響くんやな、とか思いながら。離れたところでね。ハワイっていうのすごいな。すごい。写真もね、この画像の写真もいい感じですね。ね雰囲気がもうガラリと、ガラリと。ほんまにね、これ適当にやったやつですからね。めっちゃいい感じのショットになってますけども。マイクも実際繋がってないやつですよ。写真用に。ポンって置いて撮ってるだけなんですけど。うん、タゲみたいな風貌してますね。あー、確かに。はい、画像じゃあ一旦落としていただいていいですか、うん、また。あと、YouTube もね、されているということなので、はい、YouTube 名の方もね、よかったら宣伝していただけたら。はい、何やったっけ、ミコチャンネルでよろしいんでしたっけね。ミコチャンネルっていうのを、やっております。毎月1回はライブ配信しておりまして。はい、これはもう、気まぐれにっていう感じですか？
毎月ね、僕、東京校行ってるんですけれども、その際に、まあ、1時、30分やったよね、あれ番組ね。30分番組、はい。30分。はい。撮って、ライブで流してるって感じですね。まあ、その都度は、なんかイベントとかあれば、また別で、撮ったり流したりとかします。なるほど。じゃあ今、ツイキャスコメントの方にも、みこチャンネルのリンクをね、貼らせていただいておりますので、はい、皆さん、チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございます。ということでね、あっという間なんですけども、ちょっとお時間の方が来てしまいましたので、はい。はい、今後の目標を最後にね、目標だと展開がありましたら最後に、ありがとうございます。教えていただいて、番組を締めたいなと思っております。はい、はい。今後ですけれども、最初の段階から、まあ、簡単に言いますと、数で言うと、まあ、5年で1000人、日本中みたいな。で、10年後には1万人、世界中みたいな感じで、考えております。世界中というよりも、一家に一人は巫女がおるよ、みたいな。別にその、あの格好する人がね、いっぱいいるというよりも、そういう精神を持つ、なんだろう、太陽に近い女性っていうのが、輝けば、周りで男性も子供たちも生き生きすると。まあ、そういうふうに考えております。うん、そうなればいいなというふうに思っております。うん、本当素敵な活動されていますね。ね、もっと詳しいことを知りたい方は、はい、ホームページの方のリンクも貼っておりますので、また飛んでいただいて、はい、興味ある方は、いろんなところにね、スクールもございますので、参加されてはいかがでしょうかと。ということでね、今日はもう本当にあっという間なんですけども、お時間来てしまいましたので、はい。山本山さんと田さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ一旦 CM にそのまま入らせていただきます。入りましたかね。入りましたかね。いいですね。はい。桃山さん、北さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。素敵なお話を聞かせていただきまして。すみません。難しいから、ずっと喋ってしまって。すごいわかりやすかったです。でも、北さんも、ちゃんと、ちゃんと相づちが入ってて。入ってたし、急に振られてたので。ずっと喋っとるやんと。いや、むきたちやん。こんな感じなんです。喋りと映画合えへんかったらあれかな。いや、さすがです。楽しそう。楽しかったです。ありがとうございました。また今後ともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。また LINE の方させていただきます。はい、わかりました。ありがとうございます。出てよろしいですか。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。イノワンさんもありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、すいません、失礼します。すごい。面白い。うん。こんな活動を、ね、こう、もっと考えてはってね、ちょうどね、うん、時間ができたから、ね。コロナのおかげと言ったらおかしいですけども、うん、これがねなかったら多分きっと忙しくされてたと思うから、うん、またもしかしたらこういうのがなかったかもしれないですしね。うん、いいですね、かっこいいですよ。みこさんってかっこいいですもんね。なんか、うん、よく神社とか行くときにいるけど、うん、かっこいいなーって思うから、うん、もう。うん。スターワールドチャンネル。はい、後半も始まりました。みんな髪の毛切ったんですね。ね、コメントでも来てるけど。コメントがすごい来て。でも、多分、1ヶ月前くらいに。全然違うじゃんよ。全然違うよ。え、石ころさんもヤンキーさんも髪切ったってコメント来てますけど。1ヶ月経ったら伸びてるよね。先週と変わんないってことでしょ。先週とは変わんないです。変わってない。あれからちょっと、くるんくるんっていう感じ。確かになんかちょっと、短くなってる感じに見えるのかな。見えるのかな。ね、うんうんうん。
優秀だったら優秀な、優秀な寝癖だ。そうなんから私も。かわいい寝癖が優秀な。全然治らんから。よかった、髪の毛そのままできて。はい、ということで。はい、後半も楽しくやっていこうかなと思いますが。ヤンキチさんからエンタメメール送信してますっていうコメントがいただいているので、早速メール読んでいただこうかな。はい。はい、リオさん、エリさん、のんちゃん、こんにちは。ヤンキチです。本日紹介する映画、赤ちゃんはトップレディーがお好き、1987年、ベテラン女優ダイアン・キートン主演のコメディ作品。ダイアン・キートンは突然赤ちゃんの面倒を見ることになったキャリアウーマンの戸惑いと愛情を描いた作品、Amazon プライムで配信中らしいです。PS、エリちゃん、ファーゴ見ました。面白かったです。おのことです。ありがとうございます。出ますか、エリちゃんも。見てないです。Amazon プライム入ってるんで見ますね。赤ちゃんはトップレディーがお好き。かわいい。かわいい。おしゃれな名前ですよね。うん。しかもなんか、なんていうんですか、ポスターがめちゃくちゃかわいい。そうなんや。かわいい赤江ちゃんが。うん、見てみます。コメディなのかな？面白そう。見やすそうな。題名的には、うん、赤。ほんわかしてそうな感じで。ね、まあ、赤ちゃん出てくる時点で絶対になんかしますからね。ちょっと見てみよう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということで、今日の映画は、画像出ますかね。はい。今出します。あら。ちょっとアップでいけますか、はい、はい。こちら、シャイロックの子供たちという、映画ですね。池井戸ジャンさんっていう作家、小説家の本の原作を映画化した作品で、もうキャストがとにかくめちゃくちゃ豪華で、豪華ですね。めちゃくちゃ豪華で、それだけでもね、見てて面白いんですけど、結構なんかこう、騙し合いじゃないけど、お金、ね、ここにも書いてあるけど、お金か魂かっていう、書いてある、ね。騙し合い。で、ちょっとあらすじを言うと、銀行員、銀行の支店長をやってるのが、阿部サダヲさんなんですけど、の中で現金紛失事件みたいなのが起きて、その犯人は誰なのか、その犯人はなぜ、その現金を、100万円なんですけど、100万円の現金を、盗んだのかっていうのから話が始まっていき、最後には、また大きな、騙し合いじゃないですけど、あり、みたいな。最後も大、どんでん返しもあり、みたいな感じで。お金がね、絡んでるとやっぱ見ててヒヤヒヤして面白いじゃないですか。そうですね。大きくなれば大きくなるほど。額が大きくなればなるほど、ね、銀行で100万なくなっただけの話から、こんな大きな金額が動く話になるんだっていう。なるほどね。面白いので見てみてください。これ見やすいかも、本当に。作家さんはあれですか、半沢直樹でも有名ということですかね、このコメント的には。半沢直樹も有名ですね。この中、シャイロックの子供たちの中にも、半沢直樹のセリフみたいなのが出てきたよ。面白そう、はい、それは。こういうの入れてくれるのいいよね。そう、そうですね。阿部さんだから結構なんかコメディというかポップな感じで。阿部さんが、うん、面白いから、本当に。どの番組も、どの。面白い。面白いし、柄本明さんが、またいい味出したおじいちゃんが出てくるんで、それが面白いかなと思います。ので見てみてください。これも Amazon プライムでも見れます。配信もやってるんで。はい。ぜひ見てみてください。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ということで、今週のテーマトーク。テーマトークいきましょう。
二度と食べたくない食べ物ということでね、今日もエリちゃんにいくつかね、提案を出していただいて、どれにしようと思って、これに、だった。これを選ばれた。さすがりょうさん、やっぱ食べ物がね。めっちゃ、結構、なんか僕はね、どうしたら、小分けにしてね、出していけたらと。気になりますね。二人とも、だんだんネタ切れ気味になってる。ネタ切れが必死で考えて。いただいたテーマは大事に順番にね順番に作ってストックボックスに入れさせていただいて今週はね二度と食べたくない食べ物ということで、うん、メールがね高坊さんから来てる、はい、ということなので、ね、先に、はい、じゃあ高坊さんの聞いてみようかなと思っております。はい、はい、じゃあ読みますね。りょうさん、えりさん、のんさん、こんにちは。ラジオネーム、たかぼです。テーマ、二度と食べたくないと思った食べ物。ステーキは皆さん宗教上の理由で食べられない人を除いて好きですよね。私も好きですが、昔、父親と那覇空港近くのフリートレードゾーン内にあるステーキ屋で、全くと言っていいほどの噛み切れない牛肉を出されました。史上最大の顎を使ったせいで、次の日、顎の筋肉が激痛、数日、労働食生活になりました。あのフリートレードゾーンのステーキ屋のステーキは、二度と行って食べたくないと思った食べ物でした。が届いてます。そんなすごいそんなことあるんだ。アゴの持ち主じゃないと食べれないステーキ。だってたまにありますよね。なんかすっごい硬い。噛み切れない。あるある。あれ、焼きすぎなんですかね。そういうわけではない。それも、それもあると思うよ。肉の品種ですかね。品種もあるやろうし、焼き加減やろうね。あるんだけどね。焼きすぎたら硬く、ああ、そうか、コメントでも、高尾さんから、寿司が多かったのかなと。ああ。が多いと。でも、あの壊れるぐらいの硬さって。次の日、牛丼食になるぐらい。牛丼食ってなるぐらいって。あんな硬い食べ物見たことないけど。もしかしたら次の日ちょっとだけ顔が大きくなったかもしれない。あれとね。はい。あご。うん、顎がね。顎の筋肉もちょっと鍛えられたんじゃないかな。感じですけども。そう、こういうのね、当たると嫌ですね、お肉はね。嫌ですね。やだ。いいよね。柔らかいお肉がいいです、ね。柔らかいお肉が一番いいよ。うん、はい。石ころさんは生温かいケーキ。いや、そんな、なんか食べたらダメでしょ。ね、そうなんだよ。ダメだよ。焼きたてとかあったかいのかな。焼きたてとか、なんかね、ケーキとか、なんかね、そういうのがまた焼きたてかも。あったかいってことですかね。クリーム塗られてるやつはね、ちょっともう生温かかったら、ちょっと。確かに。温かくはそう。そうですね。うん。焼きたてもらった方が良いかも。ハープボーイさんからも来てる。二度と食べたくない食べ物。特に、ないの。なんだ、ビーチパーティーの焦げた玉ねぎとか、焦げた人参とかを食べたくないけど。ああ、焦げてるやつね。ちょっと見た時はね、うん、ちょっと目を離したらね、確かに焦げるからね。すぐ焦げるから。はい、確かに。うん、それはね、多分全員食べたくないです。食べたくない。食べたくないですね。ヤンキチさんは、某牛丼屋で普通に頼んで食べたら米が研いでなかった。米が研いでなかった。ということ、生米だったってことですか？じゃないよね。え？あ、臭かったってことですかね。ってことですか？うん、研いでじゃないのかな。研いでなかったってことは、研いでなかったってことは。生米でできた。生米？はい。はい。じゃなくて、サコサって洗いすぎて、なんていうの、その、米、ぬか、臭さみたいな感じのとか。ああ、匂いみたいな臭さが。うどんの匂いを上回るほどの。
かチェーン店なのに無洗米じゃないんですね。確かに確かに。ちょっと手は込んでるね。効率化のために無洗米使ってそうなのに。確かに。手は込んでる。お二人はありますか？もう食べたくないみたいなもの。何ものは。もう食べたくないって思ったことがあるのは、生鮭に当たったとき。ああ当たったときは思ってました。もう食べない。やっぱり当たるんやね、あれね。当たるの時間経つとね、食べたくなるから、結局食べてるんですけど、でも、あれは本当にしんどかった。生鮭に当たったときはしんどかったですね。みんな言うよね、やっぱ当たった子、うん、鳥の刺身とかね、なんか、うんうんうん、お腹が弱い子とかやと、やっぱ、うん、別にその菌があってとかじゃないけど、あ、食べる。今月出ましたもん、私。今月出てインフルエンザだと思って病院行ったら食当たりですって言われて。見分けられないしね。わかんない。生ガキ食べてて。はい、ね。石黒さん、生ガキ加熱しないといけないのを生で食べてしまって。一本元気でした。もう強いですね。強いですね、お腹が。めっちゃいい。さすがだ。めっちゃいい。では、ウッキーモゴリラさんは、あまり味覚が完璧ではないので気にしない。けど、伸びた麺のラーメン店があって、そこは二度と食べたくないな。美味しくても店員の態度が悪かったら、そこのお店は食べたいけど、行きたくないな、というコメントが。ラーメン屋行ってラーメンの麺伸びてたら、ね、確かに嫌ですね。これ置いてましたみたいなね。作り置きですかみたいな。やばいですよね。これは食べたくないかもしれへん。なるほどね。リオさんは何かありますか？私はね、何やったかな、餃子の食べ放題みたいな店があって、うんうんうん。もう、あからさまに、多分腐ってたんよね、多分。具体的に、多分古かったよね、うん、食べ放題やから。だからそこの店はちょっと行きたくないなっていうのは。餃子好きやのに、一瞬嫌いになりそうになったから、ここはもう、二度と食べたくないなって。嫌ですね。嫌やだ。嫌だ嫌だ。腐ってるわ嫌だ。もう、ん？ってなったもん。いろんな種類の餃子があって、みたいな。これは食べれるけど、これは、ちょっと絶対違うやろ。基本的に、みたいな。いやーなー。恐怖を。確かに、なのは。そうやった。いけない、そのお店は。いけない、もう怖くて。いくら。うん。いくらなんかもう変わりましたよって言われても、まあ無理だ。確かに、怖い。うん。のびちゃんは何かあります？私は、パクチーを、うん、初めて食べたときに、うん、もう食べれないと思いました。あれは食べるのじゃないよ。隠れてたんですよ。知らなくて入った。うんうんうん、中華料理屋さんで隠れてて、え、なんだこれと思って。全然別の味じゃない。大変でした、その時は。パクチーは分かりますもんね。好きな人はすごい好きだし、嫌いな人は本当に嫌い。好きな人は本当にもうパクチーだけ食べたりとかするじゃないですか。追加で注文してとか。そう。パクチー専門店ってあるぐらいだから。うん。パクチー料理ね、ばっかり。飲み物もなんかパクチーの。お酒とか、ね。飲み物とか。うんうん。パクチーの飲み物なんか、に、うん、パクチーサワーみたいな。そう。もう、あの葉っぱがぎゅうぎゅうに入ってるの。青汁みたいな感じですか？うん。葉っぱが入ってる、もう。パクチーがそのまんま入ってて、焼酎と。地獄。地獄。拷問でした。拷問しかない。マジ。拷問。いやー。
意外とみんなある、あるもんなんですね。みんなあるね。うん。いや、本当に、あるわ。例えば、ブルーチーズとかもね、あんまり。ああ、確かに。ブルーチーズは好きだけど、ブルーチーズだけはちょっともうあんま二度と食べたくないな。確かにね。誰も使ってるでしょ。まあ、カビですからね。カビですから。カビが。カビですから。そう考えたらすごいですよね。カビを、だって普段はよく食べるものを、そう、ブルーチーズだけは食べるわけですもんね、カビを。だから、ちょっと理解が違った話です。確かに、そう言われたらそうですね。どう？うん。こんな感じで、一旦ここで CM に入っていこうかなと思います。はい。うんはい、はい。ヤンキチさん、昔納豆が食べれなくて仕事で寿司屋で接待を受け、大将この人、納豆食べれないと寝れないらしいから納豆巻きを出された。今は納豆大好き。意地悪。めっちゃ意地悪。でもね、何かのきっかけで結構納豆って食べれるようになってる人って結構なんか多いイメージが。確かに。納豆がダメな人もね、多いですけどね、納豆は。まあ、あとなんかジュルジュル感というか、なんか、ネバネバ感というかね。まあ、あれもね、腐らしてるものですよね。そう、だね、腐してる。うん。あれも美味しいんやけどね。うん、美味しい。腐ってても食べれるんやけどね。うん。うん。あ、なんか多いですね。全然食べれる。あ、でも、私のお父さんは昔、やっぱ納豆食べれないって言って。でも、今食べる。お兄ちゃんは納豆食べなかったですね。あ、でも、お母さんと私はすごい好きでしたけど。食べなかった。なんか、女性の方が結構納豆好きな人多いんじゃないかなと思う。なんか、うん、やっぱ、大豆大豆製品は。今わかんないけど、昔なんだっけ、高速道路のサービスエリアの朝食で、うん、どっかから半分、うん、関東よりは納豆がつくけど、どっかから関西よりは納豆がつかないっていうのが、そうだよ。気がする。なるほどな。やっぱ食べへん人がやっぱ関西には多かったね。うん、苦手な人が多いから。で、今なら、なんかいろんな納豆のタレがあるから、結構ね、食べやすい感じにはなってる。確かに、確かに。はい。スターワールドチャンネル。はい。虫は絶対に食べません。虫は食べません。はい。私も食べません。嫌です。食べません。食べる前から嫌です。はい。はい。はい、最後はクイズをして、今週も終わりたいなと思っておりますが、はい。はいはい、どうしよう。1951年9月1日に開局し、ラジオですね。うん、開局し、うん、新日本放送、まあ現在でいう毎日放送とともに、日本初の民放ラジオ局となった放送局はどこ？日本初の民放ラジオ局となった放送局はどこでしょう？1番、北日本放送。2番、中部日本放送。3番、西日本放送。はい。日本初の民放ラジオ局となった放送局はどこ？1番、北日本放送。2番、中部日本放送。3番、西日本放送。はい。どんちゃん頑張ってね。確かに。全くわからないです。わからない。サムボーイさんは4番。でも、3は。2番だ。かな4番、FM ギノワンと見てたり、2番、新日本プロレスと来たり、はい。お二人は。2が多いかな ?2 多いですね。うん。じゃあ3にしとこう。じゃあ3。じゃあ私も3番で。3番で。はい。はい、では、正解いきたいと思いますが、正解は2番。ええー。
日本放送です。皆さん、結構正解者が多いですね。確かに。さすがですね。もう一問いけそうなので、いきたいと思います。はい、太陽の表面温度は何度でしょうかということね。太陽の表面温度は何度でしょうか。1番、1500度。2番、3000度。3番、6000度。太陽の表面温度は何度でしょうか。1番、1500度。2番、3000度。3番、6000度。はい。3番。3番、えいちゃん3番。じゃあ私は2番。ちゃんは2番。はい、わかりました。では、時間もないので、そろそろ正解いきたいと思いますが、はい、正解は、3番の、えりちゃん正解です。6000度だそうです。表面温度だけでもかなり高温ですが、中心部は1600万度らしい。想像できない。1600万度。やばいよ。想像できないけど。想像できない。はい、皆さん正解するのかな、はい、あ、でも3番が多そうだったので、うん、今日のクイズはちょっと簡単だったかな。はい。はい、今日はクイズここまでにしときたいなと。ありがとうございます。はい、今週も皆さんたくさんコメントありがとうございます。石黒さんの無茶ぶり今日はできなかったですね。できなかった。っ 違うこと考えてたらできなかったんで、またね、またの機会にということで、はい、皆さんまた来週、ほんま、おおきに。ありがとうございました。来週。